ギリギリチョップ、うん、どうしていいっすね。リフがかっこいい。リフだけでもコピーしてください。バンド、なんかこの曲ええわって思わないように気をつけてください。ギターソロとの手前とギターソロすごいかっこいい。ドゼウニンさん、ビーズをあまり知らない人におすすめのコピーすべき曲、難易度問わず特にギターのかっこよさが伝わる曲を紹介していただきたいです。シングルとかで明らかにギターかっこいいなっていう曲が実は少ないんですよね、ずっとギターがやかましいというか忙しくやってるなみたいな曲が実は少ない。あ、だからまあギリギリチョップ、ギリギリチョップとか、アイママまあ、特徴的でかっこいいと思う人も多いやつなんで、それはそれでおすすめかなっていう感じはしますね。あと何かな、ギリチョ、アイママ、あとムーブ、ドエーン。Hey! Are you ready to move?どうして、うん、ムーブ、これはもうギターソロもかっこいいし、もう曲一曲ずっともうドカ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 って弾き続けてます。であと半音下げでもいいんだったらライアーライアーと青い弾丸はおすすめですね、大好きなフレーズ。ギターソロね、ピロ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 、レガート、ザ・レガート、タック松本。青い弾丸も一曲通してかっこいいですね。ちょっと A メロがお休みみたいなところありますけど、アイママ、ライアーライアー、青い弾丸、ギリギリチョップ、まあコーリングもいいけどやっぱ お休みの部分が結構長くあるので、ピアノっていう感じの、うん、それはどう捉えるかって感じですね。まあラブミアイラブミもまあいいでしょうと。ちょっとすごい覚えにくいしコピーしにくいと思いますけど、ラブミアイラブミは。あとはね、まあ難易度ちょっと下がるというか、下がってもいいんでしょうけど、It's Showtime もまあいいですね。で、全然ギターソロとかないけど、バンザイもかっこいいな。It's Showtime も結構一曲通して、なんか CD 流しながら弾いてると気持ちいいですよ。バンザイもいいですね。リフがかっこいい。リフだけでもコピーしてください、バンザイ。かっこいいですね。あと何かな、個人的にはマイロンリータウンとかもおすすめ。マイロンリータウン、さよなら傷だらけの日々を。さよなら傷だらけの日々をは1音下げなんでちょっとめんどくさいですけど、まあ半音下げもめんどくさいけど、うん、ドンアナライも意外と一曲通して俺は好きですね。 Go for it baby 記憶の再明、これもいいんだな、うんうん、そんな感じ、そんな感じですか。デゲデゲデンデンデン、
むずいなこれ。さよなら傷だらけの日々をもうソロ前になんかかっこいいコーナーがあって、ドンワナライもなんかソロ前にかっこいいコーナーがあるんですよ。ドンワナライはだからイントロだけ聞いて、あ、なんかこの曲ええわって思わないように気をつけてください。ギターソロとの手前とギターソロすごいかっこいいんで、はい、うん、あ、スティールアライブもすごくいいですね、うん。ソロ、バッキング、ギターソロ、もう全部かっこいいんで、スティールアライブおすすめですね。というわけでまとめると、愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない、ライアーライアー、これ半音下げですけど、ライアーライアー、さまよる青い弾丸で、半音下げじゃなくなってギリギリチョップ、 It's Showtime、 万歳、マイロンリターン、さよなら傷だけの日々を、ドントアナライン、ゴーフォーイットベイビー、曲の山脈で、スティールアライブ、まあ、この11曲ぐらいはシングル曲をパッと見るとおすすめかなっていう感じですね、まあ、プレジャーだったりとかね、シングル以外でもすごいおすすめな曲はちょこちょこありますけど、はい、そんな感じでいかがだったでしょうか。ドゼオニンさん、はい、そうですね、儚いダイヤモンド、かっこいいですね、確かにね。ドベルドペルドペル、そこって感じかもしれないですけど、サビのバッキングかっこいいな、儚いダイヤモンド、これまた難しいんだな、絶対弾ける気がしない。むずいな。これ非常にかっこいいですね、うん、でギターソロももうめっちゃかっこいいんですけど、この速いとこめっちゃ速いんですよ、このレガートの。これなんか弾けた気持ちいいですよ。そらそうやろって思ってるでしょうけどね。これ珍しく多分ピックでやってんじゃないかな。俺何を根拠にこれを言ってるのか忘れたけど、別に右手でもタッピングできると思うんですけどね。これは CD 合わせて弾いててすごい気持ちいい曲の一つですね。